ですね、こちらです。じゃん。体を作るのは面白い。はい、ということで、おじいちゃんおばあちゃんがだんだんね、はい、体ができてくると、もっとこう行動半径が広くなったとか言われると、うん、嬉しい嬉しい。そうなんですよ。で、スポーツジムに来る人たちが、こう運動してる人たちが、もっとこういうふうにできるようになったよ、森脇さんのおかげで、でも嬉しい嬉しい。感無量ですね、そんなこと言われたら。ね、はい、その延長線上でですね、なんか最近またいろんな方たちを見る機会が増えてきたと。はい。はい、で、フリーになって、そういう活動をし始めて、うん、で、縁があって、この新古典中央整骨院のスタッフとして、はい、今一緒に仕事を治療科の先生たちと一緒にやってるんですけども、うん、ここに結構地元というか地域に通ってるバレエ少女が、治療に来てたんですね、うんうんうん、で、森脇さんちょっとバレエのこの体の動き見てくれないかいって言われて、はい、柔軟性のテストとかするわけですよ、だから寝っ転がって足をこう持ち上げてたら、どこまで寝っ転がってるところで足上がるかなってこう調べるじゃないですか。すごい。だから僕は今まで、はい、そんなにバレエダンサーたくさん見てたわけじゃないんで、どこまで上がるんだろう、どこまで上がるんだろうこれどういう検査をすればいいんだろう。バレエダンサーだから普通の人じゃ絶対行かないようなところまで。でもびっくりして、これはちょっと専門的に勉強しないとうまく関われないなと思って、うん、でバレエの勉強とか、はい、まあそれと関連してフィギュアスケーターもいろいろご縁があって見る機会が増えてて、はい、うん、フィギュアスケートとかバレエに関しての体の使い方を勉強しなければいけないと思って、いろいろ資料を調べてみたり、はい、それこそインターネットで調べてみたり、はい、専門の方に相談したりしていって、はい、いろいろ分かってきたことをブログなどで書いているうちに、うんうん、そのブログを見た方が次から次へと来るようになりまして、はい、で気づいたらもう20人近く今バレエダンサーを僕担当してるんです。あの人バレエダンサー強いらしいよみたいなそうそうそう、評判が持ちます。むしろでも噂はしないんです。もう大体、うん、自分がこれいいなと思ったら、うん、同じバレエ団の子たちも、うん、案外こうライバルだったりするわけじゃないですか、うんうん、だからあとはバレエの先生にこういうところ行ってるって言うと、はい、他の人に習ったら崩れるっていうイメージ持ってる先生たちもいるから、はい、親御さん保護者の方がこっそりインターネットで調べて、うちの子にだけ教えるみたいなで友達の紹介があんまりないんです。あ、そうなんですか。そう、これはスキーもそうだし、スポーツ選手大体そうなんですけども、よっぽど仲いい親御さん同士じゃない限りは、はい、どこどこの整骨院に行ってるとか、うん、どこどこでトレーニングしてるって言わない。口コミでもうそこのバレエ団みんな来ちゃうんだと思ったら違うんですね。各バレエ団の子たちがこうちょんちょんって来て、受付とか待合室で会って、あなたも来てたのみたいな、そんな感じが多くて。そうか、本当競争社会の中で、こっそり来てる子が、いかに自分のね、はい、パフォーマンスを上げていくかということは、バレエの人たちがレッスン中に足くじいたから見てとか、そういう話じゃない。そうですね、それはもうあっち側の方の治療の方で足くじいたらやるんだけども、はあはあ、そのよりパフォーマンスを高めたいって言った時に、専門的なトレーニングを教えてくれるところ、札幌北海道にないかなと思って調べると、はい、僕のブログを見つけてくださった方が、とりあえずどんなもんだと思って来て、あ、はい、で気に入ってくださった方はそのまま継続してくださるっていう形で、で今はすごいそういうふうにダンサーが来れば来るほどまた僕も勉強しなきゃなんないんで、分かんないこといっぱいあったので、で勉強していくうちにたくさんのダンサーに関わらせてもらえるようになる。そうですね、たくさんトレーナーが札幌にもいたとしてもですよ、そういうことができる方がね、たくさんいらっしゃるとは思えないから、特別な知識ですもんね。そうなんですよ、あんまり知られてないことが多いので、例えば簡単なところで言うと、バレエっていうのはつま先が外に向いてることが、うんうん、基本姿勢なんです、はい、だからバレエの一生懸命習ってる人ほど足を前に上げた時に痛いって言った時に、こうなってる状態で上げたら痛いっていうのを知ってないと、はい、痛くないじゃんってなっちゃうんです、見る方。あ、なるほど。そもそもその基本のバレエの動きの特性を知らないと、
あの答え見つけられなかったり、うん、え大丈夫じゃんってなってしまいがちだから、うん、そういうのも含めて、うん、あの知っておくことがとても多かったですね、うん、今もまだまだ勉強中ですけど、いやなるほど。で私ねもう一つ良かったなと思うのは、森脇さんね、あのバックナンバーでスケルツォっていうあの表現者加賀城さんが出られてるんですけれども、もう学生時代からの友達で、はい、ステージ作りもあの一緒に立ったりしてるんですね。はい、もう結構立ってますね立ち上げからもずっと関わってるんですって、はい、スケルツォもよろしくお願いします。スケルツォもよろしく。やっぱりそういう、こう表現活動も一方でしてきた、まあスキーもね、あのやっぱりこうただ走ればいいっていうあれじゃないんですよね。そうそう、僕がやってたスキーの大会が技術選手権っていう大会で、ジャッジが下にいて滑ってきたものに対して今の表現は何点という表現に対しての点数を出すような大会に出てたんで、はい、その外から見た人の表現、自分が表現したもの、外から見たものの、うん、評価、うん、人に評価されるっていうタイムじゃなく、はい、人のその見た主観によってどう評価されるかっていうところを、はい、スキーの選手として一生懸命やってたことと、うん、今ちょうどお話されたようにスケルトっていうステージパフォーマンスで、はい、まあ、お金をいただいて、うん、でステージの前に立って本番ぶつけ本番で自分を表現するっていうこととかの経験がいろいろあったので、はい、気持ちがよくわかるんですよ。人に評価される時の喜びと評価されない時の悲しみもわかるし、コツもわかるし、はい、でその緊張感だったりそういうのも話が合うんで、うん、それも多分、うん、その続けてそういう人たちが変わった人たちというか、うん、特殊なスポーツをしている人たちが来るようになって、うん、僕が得意であるというきっかけにもなってるのかなと。うんうん、それだから私は思うんですけど、この体も作りながらメンタルも一緒に作ってあげてるんでしょうね、共同作業で。そうですね、その本当にメンタルトレーニングってわけじゃないけども、うん、会話の中ではあのそういうことあるよねって、俺もこういう経験したよっていうことが話すことはできますね、うんうん、まあ、一発勝負のそのなんか気持ちの持ってき作り方とか、そうライブ感みたいなもんですよ。そう、軽く失敗した時にそれを引きずらないためにはどうすればいいかとか引きずるとその後全部ダメになっちゃうんで、そういう話ができる方にこう体を、ね、トリートメントしてもらうのってそりゃもうすごいこうあの鬼に金棒だなというふうに、ね、思いました。さあそのようにです、ね、体をこう作るのが面白いということを、まあ、今お仕事にされていますけれども、ちょっと、ね、もう一つスキーつながりのお話今日ぜひ紹介したいことがあります。3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです。じゃん。